これちょっと声今の分もう一回入れちゃってほしい。やばかった。どれかな、私とマーシーが鏡の向こうで、で私が103、金103、マーシーは158、はい、でうちの家族は、うん、カズちゃんが今年回りが101、うん、私が103、うん、でマリエが104を回ってるので、この101から104はマーシーの金ナンバーと鏡のセットになるから、はい、一番今ご縁の深い期間。やば。そうで、しかもそのマーシーのこの赤い地球のウェブスペル13日間の間にうちに泊まりに来てくれてるっていうことにものすごく感動して、めっちゃやばい。そうで、雄一郎は、あの10月の誕生日から今まさにあの金1が回り始めて、今からスタート、何かのなんか新しいことを始めたりとかスタートしたり、そういうことに一番向いてる今ここで、あのなんかな、感じたりしたことが多分ここからのなんかもうそうスタートになるっていう、今まさにその瞬間にここにもうマーシーがいるっていうこと、そのこの鏡の関係、鏡のセットの関係がいると、そこにいるその同じ空間を味わったこの人たちみんなが、あの充電されるし、すごくいい影響、この空間にそれがあのエネルギーがあるので、もうここにいるさんちゃんもうちのおばあちゃんもみんな特にそう、ここからエネルギーが上がってるっていうのが感じられるので、すごいってすごーい。でもそれをマーシーはほら、そういうこと考えてうちにね、田口家に泊まりに来ていいですかって電話をくれたわけじゃないけど、なんか間違ってないし、そう、そう、だからそうキャッチして、立って電話をかけたところがまたすごい。嬉しい。ね。やべえ。そう。って思いました。太陽が金238。うん。238。ということは、白い鏡だね。と、青いワシ。青いワシだね。そうそう。あ、そう、238だから、おみどちゃんと二つ違うかな、236みどちゃんね、そう、わしさんはやっぱりあのなんていうのかな、高いところから獲物を取るのがわしさんだから、そのキャッチする、あって思って、そこをしっかり捕まえるのがやっぱり多分すごくもうそれを持ってから、で白い鏡は、あの自分のなんかな枠っていうか、ですごくね真面目できちんとしてるから、もう大きな枠の中であの自分のやりたいことをやる、で今もあのねすごく交渉が上手だったりとかそう、そういうのももうなんか持って生まれたもの、なんか誰かに習ったり多分してないね、そういうのって習ってできることじゃないから、そう、まさになんかそれをちゃんと伸び伸びさせてあげられるかどうかがやっぱり親としてはもうね、つい、あのそういうことはやめときなさいとか言ってしまうとちっちゃな枠になっちゃうけど、それをどうしてそう思ったんだろう、なんでだろうって、じゃあこうやってみようっていうのを一緒に考えると枠が広がるので、まさにね、そう、だからそれをちゃんとできる環境を選んで生まれてきたんだなって思う。すごい。そうなんじゃ。びっくり。そう。だからやっぱまさにその多分うちの子たちもみんな、本当はその自分の生まれた魂ね、の通りに生きるのが、と思うんだけど。それを手を引いてね、そう、でもそれを経験するためだから、もしそれを阻害されるようなことがお家だったとしても、それをもあの経験したくて生まれてきてるんだろうなって、でさんちゃんはそれをもう思いっきり楽しむためにマーシーのところに来たんじゃないのって
の黄色い CD があって、うん、あれはあの昨日から話題に出た天海ひろみさんっていうマーシーのお友達のこれねマーシーがそうこういろんな世界頭の中の世界を喋ってそれにマーシーがピアノ乗せてっていうのあお話とあれ、うん、そうね、うん、でこの世界をお父さんのカズちゃんはモノマネができるんよこれだったんだみたいな今ではもうって感じこの世界観がすごい好きでハマさんともしも会ったら同じ世界持っちゃうねっていうことで盛り上がっていやその世界っていうのは本当に大事なところだけそれが絵になったりとか包丁に没頭するとかそういうのにもあるけどそれぞれみんな持ってるその世界っていうのが大事な分析太陽もお化けが好きだったりとか、うん、そうなんかいろいろ持っちゃうその世界っていうの、うん、みんな違うけどそれを大事にしていたらパーンって幸せハッピーになったり、うん、そうアワさんがおったらきっとそのマリエちゃんのことを言っちゃうなっていうのを思っちゃう、うん、それぜひ聞いてみてねすごいアワさんのこの声の雰囲気なのでねすごいよね、うん、こう思うちょっとね、ゆきちゃん似ちょるよね、あわさんの声の雰囲気、うん、心地いいよねそうだった嬉しい思ったありがとう、これありがとう